経営の神様と呼ばれた稲盛和夫さん。2012年カンブリア宮殿に出演しました。私は JAL が大嫌いでしたと。で、今までですね、全部穴に乗っとったと。濡れたおしぼりをですね、顔にぶつけてバカとかやったこともあります。2010年1月、日本に激震が走りました。日本航空 JAL の経営破綻です。株主様、そしてお取引金融機関をはじめとする債権者の皆様には多大なるご迷惑をおかけする結果になりまして、誠に申し訳なく思っております。負債総額2兆3000億円、金融機関を除くと戦後最大の倒産劇でした。しかし、わずか2年で奇跡の復活、過去最高益を叩き出したのです。その奇跡を起こしたのが稲盛さんでした。航空事業には素人ではございますが、これまでの私の企業経営者としての経験から得ました経営思想や経営管理システム、さらには私の人生から得た人間としてあるべき姿や持つべき考え方を JAL グループの社員の一人一人に伝え、全員が同じような思いを持ち、一丸となって日本航空の再建に取り組めるようにしていきたいと考えております。救済か生産か、世論が真っ二つに割れる中、渦中の栗を拾ったのです。3万人の巨大組織を動かした大改革、その全貌に迫りました。やっぱ傲慢不遜なところ、陰銀無礼な態度というのは、まさにその謙虚さとかそういうものがない、素直さがない。私は人間の進歩のもとというのは素直であるかないかで決まっていく、つまり自分の非を本当に認めて、そして学ぶという、それはやっぱり素直な心がなければ人間進歩しないと思ってますが。2012年カンブリア宮殿に出演した稲盛さん。私が一生懸命こう珠玉の金言が詰まったスタジオトークをアーカイブ完全版としてテレ東ビズで特別配信します。